小山学院大学教職科目情報通信技術の活用と教育方法中等のオンデマンド教材ですこの教材ではパスワード作成と管理について講義をします受講者の人はコースパワーからスライドを入手してください参考資料などもコースパワーに入っています ここでお話しすることは主に3つです最初に安全性の高いパスワードの作成について次にパスワードを盗む手口と対策最後がパスワード認証の問題点と対応ですパスワード認証の問題点と対応については多要素認証とパスキー認証について説明をします ではまず安全性の高いパスワードの作成について解説します皆さんはいろいろなサービスでパスワードを利用していると思います皆さんの使っているパスワードは安全でしょうか安全ではないパスワードとして短いパスワードが挙げられますこれはブルートフォースアタックという攻撃方法によって破られる危険性が 非常に高くなっていますブルートフォースアタック総当たり攻撃 <laughs> とも呼ばれます。でこれはあらゆる文字、記号の組み合わせを次々と試してパスワードを破ろうとする攻撃です。例えば、アルファベットをだけを,つのを 使っったたパスワードとというのを作ししましょうで簡単のため2文字だけ使っているとパスワードであると2文字だけ使っていてアルファベットしか使ってないでしかもまあ小文字だけしか使ってないとしますと1文字目の可能性が24通りですかね で2文字目の可能性も24通りですから 24×24 24全て試してみればいつか当たるということですねこのように短いパスワードはとにかくあり得る組み合わせ全て試してやろうという攻撃をされるとどこかで破られてしまうということになりますそんな全部試すなんてことは大変だろうと思うかもしれませんが現在の パソコンでしたら、それぐらいのことはです、ね、簡単に実行ができますので、まあ、短いパスワードというのは総当たりの攻撃で破られてしまう可能性が高いですね。でこうした 短いパスワードをついかけてしまうものの代表例がファイルのやり取りにですねファイルにパスワードをかけるっていうやり方じゃないかなと思いますえまあ実際パスワードを非常に簡単なパスワードだけがかかったファイルというのはよくあるようです こうしたもののやり取りはですね、他の人にそのファイルが漏れたときに、かなり危険です。ブルートフォースアタックを実行できるようなツールというのは、たくさん実は手に入りますので、それで簡単に破られてしまう可能性がありますね。 こうしたブルートフォースアタックへの対策として銀行など多くの重要なサービスではパスワードの誤りが繰り返されるとロックがされるようになっていますよねつまり例えば3回までしかパスワードの入力ができないというようになっていますのでそうした対策っていうのは結局この総当たり攻撃というものを防ぐ有効な手段となっていますね学校教員の場合危ないのは その成績の入った、例えばエクセルファイルなどをやり取りすると、でその時きに、まあ、うっかり他の人に送ったりしないように、パスワードをかけてあるんだけれども、えーまあ、その場合には、パスワードをかけてあればです、ね、うっかり他の人に送ってしまっても、開くことができないだろうと思っているわけですが、でも、簡単なパスワードだったら、簡単にあの破られてしまう可能性が高いということですね。 はいということで、短いパスワードは危険です。ブルートフォースアタックによって破られる危険が高いですね。これに、今先ほどのブルートフォースアタックでの弱い例として、えー、アルファベット2文字だけのパスワードって話をしましたけれども、1種類のだけを使った文字列っていうのは弱いですね。これは多少長くなっても、やはり弱くなります。 でアルファベットとか数字とか記号をですね混ぜて作るということが必要ですねである程度長いパスワードでしかも1種類だけではなくて複数の種類の文字を混ぜるということが重要になりますでどれぐらいの長さで、えー、にするべきかなんですけれども現在のパソコンはもうかなり性能が上がって 今リンク先の記事を読んでもらうとです、ねまあ、8文字の複雑なパスワードもです、ね、1時間もあれば解読ができるというような記事がありますね。でもちろん1種類だけの文字列だったらもうほとんど瞬殺であるということがこのリンク先の記事に書いてありますので読んでみてくれるといいと思います。はい、そして最後にですね これもよくやりがちなんですけども意味のある単語とか固有名詞を使ったパスワードですねでこれも避け,る避けないといけませんでこのような意味のある単語とか固有名詞というのは辞書攻撃というですね要するに辞書に載っている文字列を次々と試すというものに弱いですねで単語をつなげば大丈夫だろうというような気はするかもしれませんが、まあ、やっぱり単語をつなぐだけ では、まあ、要するに、例えば2つの文字を、辞書に載っている2つの項目を組み合わせるってことをしちゃえばいいわけですから、まあ、つなぐだけではダメっていうことになりますよね。もう一工夫いるということになります。でこうしたパスワードを破るツール、先ほども少し言いましたけども、まあ、簡単に入手が可能なんですね。 でこれはの別に悪意があるプログラムがばらまかれているというわけではなくて、まあ、パスワードを忘れて開けなくなってしまったとか、ですね、まあ、Windows でパスワログインのパスワードを忘れてしまったとっいう時のための、まあ、レスキューとして、えー、広まっているんですけども、まあ、当然、そのパスワードを解除したり、解析して破ったりということをするわけですから、まあ、悪用するということも簡単にできてしまうわけですね。 さあでは具体的な作り方なんですけれどもま、まずは長く、なるべく長くするということですね。10文字ぐらいでしょうか。覚えないといけないので、あまり長いと覚えられないでしょうから、少なくとも10文字ぐらいというものが推奨されますね。もちろん長ければ、覚えられるのであれば長ければ長いほどいいですね。そから辞書攻撃を避けるために、無意味な文字列にします。と 1>, 1種類だけっていうのは弱いので大文字小文字数字記号などを記号を混ぜて作ります。 理想的にはサービスによって全部パスワードを使い分けるということが望ましいわけですけれどもこれなかなか難しいですねなぜ使い分けないといけないかというとですね漏えいしたパスワードもし何かでパスワードが漏えいしたときにそれが他のサービスのアカウントまで乗っ取られるというケースが多発しているからですね例えば SNS で TwitterX と, Tw X とえーそれから何か Facebook をやってますという。 場合でですねで両方で同じパスワードを使っているとそれがですね何らかで漏えいした時に破られてしまった時にもう1つのサービスの方もそれで入られてしまう可能性があるということですねで実際こうしたケースがあの多く起きています、えー、受講者の人はコースパワーに入れてある参考資料を狙われるパスワードというところを、まあ、新聞記事を見てくださいでそうなると、まあ、現実的に考えて すべてのサービスにすべて違うパスワードってなかなかまあ難しいですよね。ですが、せめて重要なサービスだけでも別パスワードにすると、これは非常にあの破られると非常に困るというようなものだけは別パスワードにするというようにしてほしいと思います。 でかつてはこのパスワードは定期的に変更するってことが推奨されていて、まあ、大学などでも1年とか6ヶ月だけしかです、ね、あのパスワードが有効期限になってなくてそれをその期限来る前に変更してくださいっていうことが強制的にされてたっていうこともありますでただこれはですねあの現在では推奨されていません定期的な変更これ現在では推奨されてないんですね、まあ、なぜかっていうと結局こう頻繁に変えろっていうことになりますとパスワード 覚えておくくことが難しくなるんです、ね、前、どっちだったっけ、まあ、何かいくつかのパスワードをローテーションする、まあ,これよあんまりよくはないんですけど、まあ、じ現実にはそうになりがちですし、えーっとで、それを覚えておけないのでメモしてしまったりということになりますね。だから、れえって危険なわけです。 ですから、現在ではですねパスワードは定期変更する必要はないとされていて、もし流出とかあ漏洩があってが見つかったとっいう場合には、ですねその時に、えー、速やかに変更するというようなにするあの、良いということに現在ではなっております。総務省のページとかにそのことが書いてありますので、このリンク先を読んでみてください。はい、じゃあ、具体的にどんなふうに作ればいいかというんですけれども、 えとまあ、古くから知られている例を2つ紹介したいと思います。まず1つ目なんですけども、まあ、英文で適当なフレーズを考えると、あるいは受験生の時に使ってたですね、まあ、あの例文集とか、あまあなんかお気に入りの文学作品のどこか、 あ一節とかあ、まあ、一つの文とかいうのを作ってですね、なんかまあ適当なフレーズを持ってきてくださいで。そこからですね、この各単語の特定の位置から文字を拾い集めます。まあ、例えばこの I get up at 8んとかんとかっていうこの文章ですね、まあ、中学校でもわかるような、まあ、8時に起きて、まあ、23時に毎日寝てますよっていう文章ですけれども、まあ、そこから1文字目だけ拾ってきますと IGUA で8、A、G、T、B、A、2、E、D となりますねで。こうやって拾い集めてきてやると、まあ、これでまず結構無意味な文字列になってますね。でそして、ここから何らかの変換ルールで大文字小文字記号を混ぜてやればいい。い混ぜてやります。まあ、例えば、A という文字は必ず大文字にするとかですね。えーまあ、単純ですけども、そんなルールにすると A のところが文字の数が,文字が変わりますね。それから、あのどこかに記号、パーセントとか、あアンドマークとか、まあ、そういったものを入れるっていうようにしておけば、まあ、それは文字が入りますね。記号が入りますね。でこんな風にして、えー、少し複雑に文字の種類を増やしてやります。<laughs> これは一つのやり方ですね。 まあ、パスワード作成の,の例、えー、その2です。こ,れではじここではです、ね、自分には簡単に覚えることができるけど、他人から見ると、まあ、意味不明な文字列っていうのを1個作ってやります、まあ。例えばですけども、これまだちょっと、あのー、ベストとは言えない、もうちょっと複雑にした方がいいとは思うんですけれども、例えば名前のイニシャルとです、ね、自分の誕生日と電話番号を組み合わせる。 というようよな作り方ですね、えーっとまあ、例えばあの AT、まあ、この私の場合、寺尾淳なので AT というのは西なるになるのでこれを使って両側に挟むとか誕生日があの68年7月7日ですので、えー、680707とそのひっくり返しを両方に使うとか。 自分の携帯番号、まあ、今この369は適当なんですけども、えー、とこの携帯番号を入れてやるとか、でその前後にビックリマークとパーセントマークを入れるとかいうようにして作るという、こんな,こん,なんですね。だからまあ自分にとっては意味のあるものをいくつかこう組み合わせて作るというやり方もあります。ただ、このやり方ってあの前のやり方に、例1に比べると随分なんか単純なものですよね。 多少長くはなってますけどだからまあもう少し何か複雑にする工夫をした方がまあいいでしょうね。 はい、でこうしたパスワードをもし作ることが自分で作ることが難しいというのであればソフトウェアに作ってもらおうということはできますウェブなんかでも結構そういったサービスは簡単に見つかってですねパスワード作成で Google 検索してもらえばいろいろ出てくるかと思いますそれから例えばブラウザで Chrome にはです、ね、パスワード作成と管理の機能がありますねだからそんなものを使ってやってもいいです でこのようにシステムが自動的に作ってくれるパスワードっていうのはかなり強いパスワードを作ることができて良いパスワードなんですけれどもただこれもちろんランダムな文字列なので記憶するのが難しいですよねそれが欠点になります。 それでパスワードを作ったパスワード、自分が作ったパスワードとかシステムが作ったパスワードがじゃあ安全なのか、と強いパスワードになっているのかということを確認したいというときには、その安全性を評価するソフトウェアとかサービスというのもいくつかありますま。例えば、このリンク先のトレンドマイクロのパスワードチェックですね。こんなところでチェックをすることができます。ただ、のこの結果、過度には信用しないでください。パスワードを破ろうとするといろんな手段をですね、 テストして判定してるわけではなくて、まあ、長さとか文字種類とか、まあ、いくつかの基準についてテストしてるだけですから、まあ、実際の攻撃に本当に強いのかどうかっていうのはそれはまあの分からないわけですと先ほどから少しずつ言ってるんですけどもパスワードで認証するっていうやり方っていうのはやっぱりこう問題があるつらいですねでと理想的にはですね すべてのシステムに、すべての利用するサービスにですね、サービスごとにパスワードを使い分けるということになるわけですけども、現在我々非常に多くのサービス、システムを使ってますよね。それから、えっと、まあ、簡単に変更しないようにという 変更する定期的な変更は必要ないということなんですけども、まあ、それでも今でもまだ頻繁に変更するように求められることが結構あります。そういったことが残っているところがありますね。でこれがまあ新たな脆弱,脆弱性をまあ生み出してしまっています。まあ、結局、人がたくさんの複雑なパスワードを覚えて使い分けるというのはかなり無理があるんですよね。でこんな話は認知心理学者の ドラルド・ローマンという人のですね、非常に有名な本、誰のためのデザインの中にも書かれています。ちょっと紹介しますねえ。我々には今や簡単なパスワードであれ、たくさんのパスワードが必要で、どのパスワードがどこで必要かを覚えるのも難しいことを彼らは認識していないようだって、彼らっていうのはこのセキュリティ管理を担当している人たちですね。 でこのことがさらに新しい自衛弱性を生み出している。だから、あのシステムを作ってる側っていうのは、とにかく人に無理なことっていうのを要求しがちなんですよねで。そのことを今ここで言ってます。ちょっと続きも読んでみましょうかね。パスワードの要求を複雑にすればするほど、システムは安全ではなくなっていく。なぜか。えこういう組み合わせの全部をとても覚えられないので、書き留めておくからであると。そして、このプライベートで重要な情報をどこにしまうだろうか。 財布の中に入れておく、あるいはコンピューターのキーボードの下やどこか見つけやすいところにテープで貼っておくとかなり頻繁に必要になるからであるとそこで泥棒は財布を盗むかリストを発見するだけで全ての秘密を知ることができるとこれにパスワードで認証するっていう仕組みってちょっと結構なんですかね無理があるんですねこれについては今日のこの講義の最後にですねあの最近行われている新しい仕組みっていうのを紹介したいと思います パスワードを使う場合には現実的な管理方法としてとにかく重要なサービスだけは他と別ワードにするということですねで。これはもう記憶しておいてメモしない、どこにも保存しないということです。でその他のパスワード、これはもうある程度使い回しがあってもしょうがないと思います。 でこれはですね、のとにかくどこかにメモして貼っとくとかあーいうことはしないで、クラウドサービスに保存するということがいいんじゃないかなと思います。そのパスワードのメモを作成して、ワンドライブなどのクラウドサービスに保存しとくっておくということですね。 で万が一にそれが漏れたときに備えて、ですねメモにはパスワードの一部だけを書くってことも有効かと思います。全部書かないってことですね。メモはしてあるんだけど、全部は書いてないというようなやり方っていうのも有効かと思います。でこれについては、コースパワーの、受講者の人はコースパワーの資料、パスワードを安全にという記事を、新聞記事を読んでみてください。でとただ、あの、 いくつかちょっと注意点はありまして、えーまあ、ブラウザのパスワード管理機能でクラウドに保存するっていうのやり方はあるんですけども、これ、えっと、パソコンごと盗難されてですね、もしその PC にログインされると、あとはブラウザ立ち上げるだけで、えー、そのサービスに入られてしまうってことが起きますね。でそれはまあ被害が大きいと でパスワード管理ソフトというソフトウェアもあるんですけども、これはあの PC が故障したり、やはり盗まれたりするとなると致命的ですよね。っていうので、まあ、あのこうした管理の時に限界はあ,あるので、まあ、メモを作ってワンドライブなどのクラウドサービスに保存するというのが一番現実的なやり方ではないかなと思います。<laughs> はいえーとそれ でこの次にです、ね、パスワードってどうやってじゃ盗まれるのかということですね、えー。もちろんサービスを提供している側 ですね。のの,その情報漏えいっていうのもあるわけですけども、ま,あ、まずは、えーと、自分だけが知っていなければいけないはずのパスワードが、えー、とどんな仕組みで盗まれてるかっていうですね、まあ、自分がやられるっていう側のところを、まあ、見てみたいと思います。えー、と第一にまず、黄色がというものですねで。これは何かと言いますと、まああの いわゆるコンピューターのウイルスのようなものだと思ってくれていいかと思います。ただ、ハードウェア的なものっていうのもあるんですけれども、キーボードで入力した内容を記録してしまうというそういったプログラムですね。セキュリティの名前パソコンなんかに仕込まれていることがあるので、いい加減なネットカフェとかは気をつけた方がいいでしょうね。厄介なのは、 あのまあ、い,いわゆるコンピュータウイルスみたいにソフトウェア的なものっていうのはウイルス対策のソフトウェアがその動作をです、ね、検知するっていうことが可能なんですけれどもハードウェアキーローガーっていうですね、まあ、例えば USB のこソケットのところを挿したりとかハードウェア的に仕込む。 というやり方ですとこれ、えー、っとウイルス対策のソフトウェアでは検出できないということも結構あってです、ね、ハードウェアキーロガーと呼ばれるハードウェアを使ったものは検出が困難ですねで対策としてはネットカフェのパソコンとかどこかのこうビジネスホテルに泊まったときに共用で使えるようになっているパソコンみたいなです、ね、不特定多数の人が使うパソコンではパスワードなどの重要な情報は絶対入力しないということですね でただ、どうしても今アクセスしないといけない、もうあのとにかく今すぐ必要なんですよ。 というような場合がまあ,あって、ただ、自分のパソコンとかが使えない、共用パソコンしかないみたいな場合、どうするかっていうんですが、まあ、でも、黄色側は怖いというような時なんですけれども、えっと、まあ、その時の手のとしては、回避する、黄色側の脅威を回避する手としては、テキストエディターにですね、文字を入力しておいて、まあ、ワードでも何でもいいですけども、文字打てるソフトウェアに文字入力しておいてですね、まあ、これはアルファベット順でいいと思いますが、そこからコピペで、 文字を拾い出すってことをやると、それを直接入力しているわけではないので、キーボードから。これはなったらキーあの、キーローガ側ーには引っかからないですね。それから、キーボードからの文字入力を暗号化するっていうようなソフトウェアも、まあ、これも一応ありますので、そういったものを用意しておいて、持ち歩くと、USB メモリ,メモリに入れて、ブラウザーと一緒に持ち歩くみたいな手もあります。 まあキースクランブラーとかまあそんなソフトウェアが知られていますね。まあ、ただ、ちょっとこれいくらなんでも面倒な感じですよね。PC のキーボードを使わずにマウスクリックでパスワードを入力できるソフトウェアキーボードとかセキュリティキーボードを用意しているサイトサービスもありますね。だからまあそんなところではそれを使うのがいいでしょう。それから Windows の場合はスクリーンキーボード。 名前がついだから、そんなものを使ってキーあの、いわゆる物理的なこのキーボードーではなくて、えー、まあスクリーン上で,です、ね、マウスで文字を選択できるような、そういったキーボードを使うということは有力な黄色が対策となります。 えとこれ現在ではニフティインターネットプロバイダーの Nifty ですね、ログインの時に、現在はあの先ほど確認したところではセキュリティキーボードっていうのが出てこなかったんですけども、えー、とまあ一昔前はですね、このようにログイン画面のところにセキュリティキーボードっていうのがあって、まあ、これを選ぶとですね、まあ、こんな風に文字をマウスで入力できるようになってたんですね。 はい、えー、っとそれでこ,、まあ、このような、まあ、今、黄色がという脅威を説明しましたけれども、まあ、これなんかはだから本人が知らない間に、ユーザー本人はですね気づかない間に盗まれてしまうわけですけれども、まあ、ユーザーを騙して盗むっていう手が、やはり一番危険なんですね。ソーシャルエンジニアリングと呼ばれるカテゴリーに入るような。 な攻撃というか、だまあし,うん、騙しの手口なんですけども、このソーシャルエンジニアリングというのはです、ね、話術、盗み聞き、盗み見などの社会的手段によって、重要な情報を盗むことですねで、これは人間の心理的な弱点、油断、ミスをつくわけです、まあ、どんなやり方かというと、例えば管理者になりすまして、まあ、あるいはサービスの提供者になりすまして、パスワード変更を求めるメールとか、不正サイトに誘導するメールを送ると、まあ、これ、非常に多いですね。 であと有用なアプリに見,か見せかけて、えー、不正アプリをインストールさせるとか、まあ、あとそうです、ね、大学とか職場みたいに多くの人が使うパソコン教室とか、まあ、机が並んでるようなところとかなんかだと、人が,のが ID とパスワードを入力するところを覗き見して、ですねそれを盗んじゃうみたいなやり方もありますね。 セキュリティの最大の弱点は人間と呼ばれますが、まあ、いくらシステム的に固めても、まあ、人間という弱点があって、その人をだますことによってですね、ID やパスワードを盗んでしまうということがあります。ソーシャルエンジニアリングと呼ばれるんですね。 ソーシャルエンジニアリングの一つなんですけども、一つにフィッシングと呼ばれる手口があります。でこれは偽のメールとかウェブサイトでユーザーを騙して情報を盗み出すということですね。まあ、魚釣りのフィッシングにまあ似ているということから、フィッシングというようにそのままカタカナで呼ばれています。えー、まあ先ほども言いましたけど、例えば発信者を偽装した偽のメールで偽のウェブサイトに誘導して個人情報を入力させる。これも非常に典型的ですね。 えーとそれからウェブサイトですと検索、検索するとですね広告がいくつか出てくると思うんですけれども、その広告枠のところにあるサイトっていうのが本物サイトではない、偽サイトだっていう事例も報告されています。受講者の人はコースパワーの資料、広告枠に偽サイトっていうですね新聞記事を見てください。 でこうした過去の偽装例として、えー、UFJ 銀行とか VISA とかニコスとか UC カードなど、非常にたくさん、有名なところの発信者をです、ね、語った、まあ、だから UFJ 銀行ですとか、VISA カードですとかいうように言って、メールが来るわけですよね。 でそこでなんかこうシステムトラブルのためとか情報が漏れた危険があるためとかですね言って ID とパスワード入力してすぐに変更してくださいみたいなメールが来るわけですよ。そうす慌ててこう自分の ID とパスワード入れちゃうとそこでまあ盗まれるということですねで。この最後の最近の事例っていうリンク先これフィッシング対策協議会っていうところが随時ですね最近の事例を出してくれてますのでそこを見るとどんな事例が今最近起きたかっていうことが分かります。 これは実際私のところに来た偽メールですね。これは Apple ですね。Apple ID 法って書いてますが、有効期限が切れアカウントの使用が停止されましたっていう、まあ、そういったタイトルのメールなんですよね。 でもなんか Apple ID にしては変なメールのアドレスから来てますね。えー、見,て見てもらうとわかると思うんですけども。で、このところにアカウントの行くと、こを確認できました。うんだならかんだならとかもあってですね。えー、今、右側のところを見ると、今すぐアカウントを確認できますとか言って、その私の Apple Store ID みたいなこと書いてあって、ここをリンククリックすると、えー、偽物のこういうサイトに飛ぶわけなんです。これ結構そっくりに作られてますけど、これ偽サイトなんですね。偽サイトで、でここでメールのアドレスとパスワードを入れると、まあこれが盗まれてしまう。 ということですね。はい。で、これ、割と最近私のところに来たメールなんですけれども、えっ、ー、と、イオンですかね。えっ、ー、と、まあ、実際私、あの、イオンの和ンポイントとかも使ってるんで、えっ、ー、と、 一瞬なんんじゃと思ったんですけど8月5世紀額のお知らせって実際こういうメールが本物のところからも確か来てるはずなんですがこれら偽メールなんですよでここで今ちょっと左側の画面でですねハイライトしてるリンク先があるんですけども w w w イ o n .co.jp app のとか書いててあってです、ね、いかにも本物リンクに見えるんですが、<う>これ実はですね、えー、と飛ぶ先はですね偽物サイトです。っていうんでこう右側のところをちょっと見てほしいんですけども、少しちっちゃいから分かりますかね。これ、あのこういったあのなんとなくウェブページみたいなこういうリンクっていうのは、えー、とホームページと同じような作り方で、まあ、同じ作り方で書かれてるんですけども、これ、どこに飛ん実際のこの リンこ,この名前、表示されている名前とですね実際どこに飛ぶかっていうのはあの全然違うものが書けてしまうんですよ。だからこの表示されているのはなんかイオン .co.jp とか書いてますけど、実際にですねリンクされているのはメール V 版 .com.cn のなんとかみたいなところに飛ばされるようになっていてです、ねまあ、明らかにこれ偽サイトなわけですよね。 はい、でこうしたフィッシングに対して、こう偽物のメール、偽物ウェ,ブサイトウェブサイトで ID とパスワードを入力させようというところへの対策としては、うんとまあ、まずはメール中のリンクというのを安易にクリックしないということですね。でまあ、偽メールー、非常に巧妙になってます。まあ、こんなはね本物そっくりですよね。こう非常に巧妙になってますので、メール中のリンクをクリックしてウェブアクセス。 といいううことは基本的にしないようにししなよます、まあ、今ちょうど見た例のように URL が正しく見えててもですね実際飛ぶ先は違うっていうように作ることは非常に簡単なわけですねですからもう正しく自分がそのサービスを開始したときに多分登録した URL とかがウェブ,ブラウザには保存されてると思うのでブラウザを立ち上げてそこからまあアクセスすると正しい URL にアクセスするということを をしてくださいそれからこのフィッシングに対応したパーソナルファイアボールとかツールっていうのもまあ,ありますね。えー、ですからそういったものを導入するっていうのってですね マイクロソフトエッジ、Windows の標準のブラウザ、マイクロソフトエッジの場合には、ですねスマートスクリーンフィルターっていうものがデフォルトで有効になっているはずですので、これで偽装サイトにアクセスすると、ここはこう偽装の偽物サイトの可能性がありますよっていう警告が、ね、出るようになっていますので、まああの、そうしたものを,を使えばいいですかね。実際、先ほどのですねこの偽の イオンを語ったメールですかねこれのサイトもアクセスしてみようとすると、エッジでマイクロソフトエッジで、Windows でアクセスしてみようとするとです、ね、確かにこうこ,こはあの偽装サイトである可能性があるという警告が、ね、あの出てきました。はい でここまで、われわれ一方、あのパスワードで認証する、パスワードを使ってサービスに入るっていうことをですね話をしてきたわけですけども、うんまあ、先ほどのドラルド・ノーマンの著書でも書かれているように、まあ、パスワードっていうのは、あのそもそも手段としてあまり良くない、認証の手段としてあまり良くないんですよね。安全性も利便性も低いです。 まあずっと今見てきたように何らかの手段で ID とパスワードが盗まれてしまえばまあそれだけでまあサービスは乗っ取られて利用されちゃうわけですねで仮に我々サービス利用者がすごくちゃんと注意していてもですね時々ニュースに出ているように提供者側のサービスが不正アクセスされて情報が漏れましたみたいな流出のリスクっていうのはあるわけですね でそれでこの臨床をやっているときていうのは、まあ、我々がの目の前にあるスマートフォンなりパソコンなりから、うん そのサービスのですねサーバーに今アクセスをして、そこで ID とパスワードをネットワーク経由で送っているわけですね。もちろんこれは暗号化されて送ってますけども、でも、この自分の目の前にあるパソコン、あるいはスマートフォンと、サービスの提供者側にあるサーバーの間で,で、インターネットを通って流れている。 というところはこれはまあまあ間違いなくそうなわけですので、これ、盗聴される、途中で盗まれるというリスクは、やはりあります。先ほどからあの見てきているように、多くの ID とパスワードを管理するというのは非常に利用者の負荷が高いですよね。というんで、パスワード認証というやり方そのものが、まず安全性と利,用性利便性というのは非常に低い認証のやり方なんだということが分かります。 じゃあ、そのこともパスワードなんてやめられないのかっていうんですが、えー、っと、まあ、パスワードを使いながらも、もう少し安全性を高める手段として、えー、取られるようになってるのが、多要素認証。 というやり方ですねこの利用者の認証に使う情報として、パスワードというのは知識情報と呼ばれます。まあ、だから、その利用者だけが知っているはずの情報で、他の人は知らないという、ですねその知識を使うんですよね。でそのほかにまだ利用者の認証に使える情報というのはあります。で一つが所持情報、利用者が持っている端末などですね、それから生体情報として、まあ、その利用者の顔とか指紋などですね。 でパスワード、従来の古典的なパスワードだけを使う認証というのは、この知識情報だけしか使っていないわけですけれども、この3種類の情報のうち2種類以上の情報を使って認証するやり方を多要素認証というふうに呼んでいます。まあ、例えばよくあるのが、えー、利用するサイトでですね、えー、パスワードをまず入力をしてやると。でそうするとですね、利用者が持っている端末、まあ、スマートフォンなんかに、ワンタイムパスワードっていうのが送られてくる。 で、今度はそこでワンタイムパスワードを入力すると、初めてサービスが使われるようになるというように、この場合、知識情報と所持情報という2つ,を2つの異なった種類の情報をです、ね、使っているわけです。でこれ、2つ使っているので、2要素認証と言いますけども、この2つ以上使うものっていうのを多要素認証という言い方をするんですね。これがパスワードの危険性を回避する1つの手段ですね。でさらに、 一歩進めてなんですが最近ようやく注目されるようになってきた技術にパスキー認証というのがあります。 でこれはパスワードを用いないパスワードレス認証のうち、えーまあ、ある特定のです、ね、企画に基づいた認証のやり方です。f、まあ、ファイ a アライアンスっというところがあ,ありまして、まあ、そこが作ったあ企画なんですね。FIDE2 と言われる企画がありましてで、それに基づく認証のやり方のことをパスキー認証というふうに呼んでいます。 でこのパスキー認証っていうのは何がいいかっていうとですね、えー、自分の,その利用者、利用者が持ってるデバイスで認証が完了するんですよ。普通のそのパスワードを使ったやり方っていうのは、この認証はどこがやってるかっていうと、そのサービス提供側の方なんですよね。えーまあ、だから何かにアクセスして、そのアクセスした先のサーバーで、 認証がされてるわけですよサービス提供者側の方が認証をやっているわけですので、まあ、だからあのネットワーク経由で ID とパスワードを送らなきゃいけないわけですよね。まあ、暗号化されているとは言っても。でパスキ認証はです、ね、そうなっていなくて、どこで認証しているか、この人はちゃんとした正しいユーザーですよということをどうやって認証しているかというと、それ利用者のデバイス側でやるんですよね。 でそれで認証に成功したかダメだったかという結果だけがサービスに送られるようになっているわけです。ということで、これはネットワークをですね ID とパスワードが流れていくということが起きないわけですね。まあ、流出、接種のリスクが非常に低くなっているわけです。 でこのパスキー認証はです、ね、自動的に2要素の認証になるんですね。えー、まず利用者が保持しているデバイスを用いて認証するわけですので、まあ、これは所持の情報になります。でこれに加えて、本人ですよというのがどうやって分かるかというと、まあ、そのデバイスでえと生体認証とか、あるいはまあピン、まあこの場合パスワードを使っているかのようになるわけですが、でもそのパスワードはネットワーク経由で送らなくて、えー、その自分の持っているデバイスでやるわけですね。 でこのパスキ認証、あの詳しい仕組みは、まあ、例えばなんですけども、えー、日経ネットワーク2024年2月号の特集1を参照してくれるといいかなと思いますね、えー、青山学院の学生さんの場合には、図書館のデータベースで、えー、日経 BP のです、ね、データベースがありますので、それを見てもらうと、この特集を読むことができます。 まあちょっとあの仕組みの部分は少し難しいかもしれませんので、ここのスライドに書いてある程度のことをですねえ理解してもらえば、教職科目での理解としては十分です。 でまあ、最近までこれあんまり広がってなかったんですけど多分その理由の一つはですね、えー、この認証をユーザーが持ってる利用者が持ってる端末でやるわけですよね。えー でまあ、例えば生体情報でその顔認証とか指紋認証をやるってなると、その端末ごとにですねその情報を登録しておいて、まあ、確かにこの人だっていうことをですね端末で照合するっていうことがやらなきゃいけません、つまりこう端末ごとにですねこの認証のための情報を登録しておく必要があるわけですよ。でそうすると、複数の端末を利用している場合、認証情報の登録ってのはそれぞれで必要なわけですね。 えっとそれからまあスマートフォンで買い替えるって結構頻繁に買い替える人もいるかと思いますが買い替えするとデバイス変わっちゃってるわけですからえそうすると登録のやり直しっていう必要があったんですね、まあ、ちょっとさすがにこれが面倒だ 今はですね、じゃあその違った端末間でも認証情報を同期できるようにっていう仕組みが作られて利用されています。えー、ただこの仕組みっていうのは共通化されてなくてですね、アップルとかグーグルとかマイクロソフトとかその事業者ごとに違うやり方やってるんで、事業者をまたぐとですね、えー、利用できないんですよね。えー、まあだから Windows でこの、うん Windows の端末にです、ね、認証情報が登録されて,るっているとて時に、きに、それはあの自動的に iPhone では使えないということですよね。はいまあ、以上、ずっとあの,今日の,この講義の部分、話してきましたので、受講者の人は宿題がありますね。あの 確認問題ですコースパワーでテストとして問題が作ってあります。小テスト,で小小テストとして問題が作ってありますので、え問題に回答してください。まあ、ここのスライドにも今、問題が載せてあります、えーっと今日。今日習ったことですね。おもじ赤字の部分っていうところを見直してもらえば、簡単に答えは分かるようになってますので、もう一度よく見直してから、えー、小テストで回答をしてください。 えっと8つですかね,ね、説問になってます。あもちろんこの6番のところは3つの言葉を入れるようになってますが、当てはまる言葉を入れる、入れるという小テストです。これに取り組んでください。はい、では、オンデマンド教材、パスワード作成と管理の講義をこれで終了いたします。